今日はね、あのちょっと今からストラックアウト、チコパークのね、ストラックアウトでちょっとちびっ子たちと勝負したいと思います。イエーイ。ちょっとさっき7枚抜いたってね、ちょっと自慢しに来たんでね、負けてられないでしょ。ちょっと大人の力をちょっと見せたるわな。勝負やからな。はい。もし俺に勝ったら、なんか阪神グッズこうたるわ。よし。なんでも。よし。ユニフォーム以外な。ユニフォーム以外高いからね。市の、自分の市のチーム、うん、優勝を1、2回してます。ってことでやめたいと思います。やったるわ。ないかい。言っとけよ、あの俺のお母さんと妹フィール学園出身やからな。まあ妹バトン部やけどな。野球関係ないけどね。ピッチャーやってんねんな。どっち利き？右か。ちょっと右肩壊しとくわな。どこ守ってんの？ショート。ショートな。ショート硬いか。強肩一応右肩壊しとくわ。いいよ。おお、まあまあまあ最初はな。おお、やばい。おお、やばい。いや、ちょっと待って、座ってくれや。終了。6枚早っ。聞いてへんぞ。ダイナミックすぎるやろ、フォーム。うわ、あーやばい。よしよし、やばい。おお、これうわ、4枚これいけるんちゃ、いけるんちゃ。4枚任せとけ。もう置いとき。何て当てられる。あ、ちゃうねん、ちゃうねん。滑るな、今日雨で。でもビンゴ賞。ビンゴ。なるほど。ありがとうございます。ビンゴ賞。これどうなったの？何枚？6枚です。6枚。ほんなら1位やな。確率の1位。何枚？5枚です。え、5枚やった？5枚。え、ほんまに？5枚です。5やった？そうです。俺4。ほんまに5やった？あとで分かんねえからな。ほんまに？ビンゴ賞でも俺ビンゴ賞。ビンゴ賞？てか俺最下位？そうです。マジかよ。よし、じゃあ行こう、タイガーショップに。タイガーショップ行こう。負けました。この子ら聞いてないっす。めっちゃ球速いっす。そんな言ってへんかったやろ。見せこいぞ。騙しやがったな、大人を。何が欲しいやったっけ。ジェット風船やった。ジェット風船やな、タイガースグッズで言ったら。ジェット風船、ジェット風船1個買ってるから2個ずつ分けな。入っていったし、めっちゃグイグイ入っていった。最悪なこと聞いた。今ね、僕ね、買ってあげたんですよ、2人に買ってあげたんですよ。ほんだらストラックアウト4枚やったって今言ったんですよ。やろ4枚やろ、引き分けやろ。騙されたわ。シークレット T シャツな。シークレット T シャツと鳥谷さんのリストバンド。鳥谷さんのリストバンドな。キーホルダーな。そうやろ、俺絶対4枚や思ってたもん。ほんまに。あ、鳥谷ガールズが来たよ。聞いてくれ。ストラックアウトで勝負して、ほんで負けたら、何でも阪神タイガースグッズ買ったるって言って。おー、いいね。俺4枚やって、でこの子も4枚やったような気がしてんけど、なんか僕5枚でしたって言って、あれそうやったかなって買ってあげてんけど、買った後に、いや僕実は4枚でしたって。やるなちゃうかな。これや。あれ、え、無事か。9時やん、これ9時やん。いや、めっちゃええやん。
鳥谷、鳥谷、鳥谷、めっちゃ鳥谷やん、二人とも鳥谷、イエーイ。まあ鳥谷はいいわな、あの買ったからな、君のもんや、君を引き分けやからな、引き分けやから返せ、クージ返せ。まあまあいいでしょね、楽しかったから、はい、うん、ほなまたね、バイバイ。もうやらへんからな、こんな企画。試合後へ、試合後、またね、はい、はい。鳥谷さんがタイムリーヒット、こちらさん。ホーム帰ってきたもんな、 それも嬉しいな、泣きました、泣いたな、もう今大丈夫、今大丈夫広島と巨人が負けました、負けた、
負けました。諦めてるんだ、大丈夫。優勝明日も俺がやろう。